はい、弁山形の3分で扇風機作る回です。はい、スタート。買っていただきました押しボタン式リビング扇風機、こちら組み立てます。梅雨も明け、一気に暑さが増してきたので、扇風機があれば心強いです。結構レビューですね。はい、出らなかったです。出なかったです。はい、はい、こちら一輪車の土台です。コードを通して、ノズルが伸びる式の扇風機です。3000円という低価格で2000円台で買えます。登録者多分減りますよね。申し訳ございません。どうも昔からこういう機械系がちょっと苦手で。来た、はまりました。ご覧ください、土台ができました。あとはもうファンをはめて、ご覧ください、素晴らしいですね。こういう小さい蜜も事前に発見して、違います、触ったもの違います、白の丸いの違います、違います、違います。もっと先にノズル、そういう今わかります。説明書を見ながら見ないでやっています。ぜひ皆さんは見てやってください。見たらもっと正確に作れると思います。でも説明書も見ないでできるぐらい、もう今の扇風機は簡単です。そして高性能、見てください、この通り扇風機出来上がりました。高級扇風機、高級というか、なんとなく見た感じは高級扇風機。スタート、いきます。あ、
倒します。コントローラーこのように超中弱、そして時間タイマーまでついています。これで2000台ですよ。これありますか。これ多分システムはすごく機械系は多分簡単ですから、こういうのできっと10年以上使います。10年の無線言ってみればもう喧嘩ないと一緒ですよ。スタート、ご覧ください。うわー気持ちいい、すごく気持ちいい、爽やか。あ、今日この蒸し暑いのが一気に吹き飛びます。最高に気持ちいいです。この快感をぜひ皆さんにも味わっていただきたい。はい、師匠の見せてみましょう。はい、報告してみます。いただいた扇風機完成しました。お待ちください。あ、そうか、冷蔵庫でももろもろ。おお、これはまあ量もあると思うで。はい、これはトークも回すのうまいからな。扇風機も量もあると思うわ。大事にさわしになります。おお、お前ほんま問題なコメントなあ、すいません、お前のコメント面白いことかもないよな。はい、はい、はいじゃないね。加わっただけで全てが順調に回り始めました。最高の扇風機と DIY、 もっともっと過ごしやすく空間を作っていきます。皆さんもこれからもどうぞお楽しみいただけるようよろしくお願いします。ありがとうございます。ベン山形でした。